じで今週も始まりましたザレスポンスポッドキャスト、ナビゲーターの西野です。今日はコンサルタントの北岡さんにゲストとして来ていただきました。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、そして、まあ、今回1月第2週のポッドキャストなんですけども、はい、まあ、あれですよ、明けましておめでとうございます。あ、そうですね、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。はい、今年もよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、というわけで、まあ、新年、まあ、ほぼ最初のポッドキャストということになるんですけれども、うん、はい、まあ、北岡さん、まあ、去年2017年は、うん、まあ、どんな感じの年になりました？どんな感じの年？なかなかザクッときましたけど、いや、まあ、新年が来て、まあ、はい、私今年こうしますっていうのもまあそうなんですけども、はい、それを前に、まあ、2017年こういうのがあって、で、まあ、今年はこういうことがやっていきたいなという流れでいくと、まあ、でも去年、まあ、ちょっと多分出るのも少し空いてしまったので、はい、まあ、2017年の総括するとまあこういう感じがあったとか、もしあったら、ね、なるほどね。まあ、個人的には結構いろいろ大きな動きがあったんですよね。はいはい、で、まあ、会社の体制も大きく変えたりとか、うん、ちょっとそれこ そ2018年から、はい、2020年ぐらいが多分大きくその、まあ、時代自体が大きく変わるっていうふうに、まあ、僕は見てるので、まあ、それに合わせてその準備を、まあ、2016年15年ぐらいからかな、やってまして、はい、まあ、2017年はそれの、まあ、最後の総仕上げの、まあ、総仕上げというか2018年に入るための準備を結構やってたっていうのが、まあ、一番大きなところですよね。個人的にはなんかいろいろこうやりたかったちょっとアパレルに絡めたりとかそれもあったんですけど、まあ、やっぱ一番大きかったのはそれですかね。あ、なんか大きな流れが来るっていう、来るので、そうですね、あのまあ、クライアントでもみんな言い続けてたんですけど、もう変わるから、時代が変わるから、はい、準備しといて、この3年間準備しといてねって言い続けてたのがこの2015から17だったんですね。はいはい、その何ですか、その変わるっていうのは何が変わるんですか？まあ、日本、大方の、まあ、その統計とかを見てもらえれば分かると思うんですけど、はい、まあ、少なくとも一つ言えることはやっぱ景気がこう拡大していくよね、はいはいはい、まあ、実感としてはまだね、一般の方は薄いと思うんですけど、はいはい、多分経営されてる方とかなんかだともうだいぶ、あと経済指標とか見たらやっぱ明らかにその経済が、うん、拡大傾向が、まあ、出てきてるっていうのはあって、おそらくそうですね、まあ、一応東京オリンピックぐらいまでは大丈夫じゃないの、まあ、伸びていくんじゃないの、はい、っていう風な一応予測のもとに、まあ、もちろん伸びない時のバットシナリオも考えておかないといけないと思うんですけど、はいはい、一方で伸びていくで、プラス、はい、人の価値観もどんどん変わってきてるので、はい、このタイミングでやっぱり自分のビジネスもシフトチェンジしていかないといけないよねっていう感じですかね。あ、拡大していくプラス、まあ、人の価値観も変わるから、うん、ちょっとビジネスを変えなきゃいけない。そうそうそう、ビジネスそのものをちょっとあり方と考え方自体を別に、うん、やっぱ商品そのものを変えましょうってことではなくて、経営の仕方とかを変えていかないといけないですよねっていうのは結構言い続けてましたね。あ、うん、なんか拡大していく、まあ、要は経済が上るってことは、うん、まあ、それなりに、まあ、まあ、ビジネスをしてる、まあ、僕たちからしたら、うん、まあ、まあ、そのままそのトレンドと一緒にまあちょっと上っていくってイメージがあるじゃないですか。うん、そうですね。でそこに対してなんか変えていかなきゃいけないというのはどうしてなんですか？まあ、まずまあ当然乗っかって大きくなっていくっていうのはいいんだけど、はい、一方で結局拡大していたとしても、はい、当然そこで乗れないビジネスも当然あったりするわけだし、プラス次我々考えないといけないことって2020年以降のことなんですよね。うん、でそうすると今度2020年以降は今度はしんどくなってくる、うん、まあ、余波でね 1,2 年は持つのかもしれないんだけど、その後当然ね人口も減ってくるってことを考えると、うん、結構厳しい環境に来ますから、そうですね、やっぱうまくその時代に乗っかったようなビジネスのあり方にしていかないとしんどいよねっていう感じですかね。ああ、なるほど。じゃあそのちょっとその先を見越した準備を始めなきゃダメだよ。そうそう、だからせっかくその結果拡大していくんだから、そこでちゃんとやればキャッシュを得られるわけじゃないですか。そうですね、でそれだけじゃなくてお客さんもたくさん得られるわけですよね。うん、でその段階でちゃんと準備をしておかないといけないので、次に備えて、はいはい、っていうことですかね。ああ、なるほど、うん、なるほどな。でその
拡大していくようになって、そのキャッシュを蓄えたりとか、まあ、お客さんをちゃんと集めておくっていうのは準備としてちゃんとやっていこう。結構必要、最低限のやり方としては必要ですね。あ、じゃあそれが2017年まではちゃんとやっていきましょうっていうのを伝えていたわけですね。そ、でもちろんそこで価値観のチェンジがあるから、はい、あのなんていうか伸びやすいビジネス、伸びにくいビジネスってあるから、伸びやすいビジネスの方に変えていかないといけないよね。あ、で、その2020年以降も生き残れるようなビジネス形態に変えていかないといけないよねっていうことですね。じゃあ今はその経営の拡大みたいな話だと思うんですけど、うん、その価値観の変化っていうのはどう具体的にどう、あ、まあ一番分かりよいのでいくと、あのね、 AI じゃないですか。はい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 、うん、で、まあ必要以上に我々は AI を、あの、なんていうかな、まあ、恐れさせるような、まあ、プロモーションを我々は結構してるところもあるんで、あの、なんとも言えないですけど、とはいえやっぱ AI ってすごく大きなインパクトが出始めてきてるし、ね、少なくともね、やらなくていい仕事どんどん増えてくるわけだから、うん、僕らができるところってどこなの、うん、っていうのは、まあ、あるわけじゃないですか。でそこはちゃんと考えないとねっていうのは。そうですね、うん、あ、それでいくと僕、あの、ちょうど去年の12月の19から24日までアメリカ出張行ってたんですね、うん、へえ、はい、アメリカ出張で、まあ、今回そのスピーキングスピーキングね、うん、あのライディングじゃないですね、スピーキングの、 あのクライアントさんの方に行ってたんですけ、ね、ど、はいはい、そこで、まあ、アメリカのところいろいろ回るんですよね、うん、僕特に、あの、まあ、ショッピングセンターあるって聞いたら行ってみたいと思っちゃったので行ってたんですけど、うんうん、まあ、空港とかショッピングモールでも結構多かったのが無人コンビニですね。あ、確かに、まあ、無人コンビニ、まあ、1人はいるんですよね、あの、なんだかんだ、うん、ただもう本当にもうノーガードで、なんかもう商品バーってやって、うん、で自分でクレジットカード入れて決済して持ってくみたいな。ああ、確かに確かに。で、昔、まあ言ったら3年前か4年前だったらそんな光景なかったじゃないですか。ありえない。考えたことなかったですよね。人がいないコンビってなんやねんみたいな、うん、でたまになんかそのちょっとうろちょろしてるとなんか一人の多分なんかそういうサポーターみたいな人がいてこう来て、どうしましたって言ったら、決済わかんないんですって言ったら、そこで自分でやってくださいって、あの、セルフ言わせるみたいな感じで、マジでって言って、まあそれ見つかったんですけど、まあ、それもまあ機械化とか、まあ、まあ AI とは少し違いますけど、そういうので、うん、まあ、自動化されて、言うたらコンビニの店員っていう仕事がもういらないじゃないですか。そうですよね。うん、まあ、日本だとなんか、まあ、最近は外人さんが、ね、結構やってるかな、日本人の方よりもそっちが多いかな。そうですよね、今のところはそんな感じですけど、ね、まあ、仕事がなくなってるというところでは一つ、あ、こういう傾向もあるのかなっていうのは少し思ったんですよね。そうですね。だからまあビジネスのあり方としては、おそらくそういうところに関してはどんどん減らしていくっていう形、うん、まあ、要はいかに効率化していくのかっていうことじゃないですか。だから僕は AI のポイントって、あの、人にとって変わるっていう考え方、僕らは経営者なので、はい、経営者の観点からやったらそうじゃなくて効率化されるって見た方がいいと思うんですよ。あ、なるほど、うん、そうすると効率化されていく、お客さんってすごく便利になっていく、便利ですね、便利っていうことじゃないですか、うん、それを突き詰めていくと社会ってどうなっていくんだろうか、何しろビジネスのあり方どうなっていくんだろうかってことを考えた方がいいっていうことなんですよね。なるほどなるほど、うん、そうか、まあ、そこでなくなる仕事もあれば、なくならない仕事とか人でしかできない仕事の方にシフトしてた方がいいと。そうそうそう、そこに対して軸足を置けるようにしておかないと、何しろもう置いておかないとやばいですよねっていう、あ、なるほど、ことですよね。じゃあそれでいくと一つ、まあ、鍵になるのは、まあ、AI はできるけど、うん、まあ、人にはまあちょっと、あ、じゃあAI にできない仕事かな、うん、AI には変えられないような仕事の分野だと思うんですけど、それって北岡さんの中でこういうものっていうのは何かあるんですか。一応2つ、あの、これずっと言い続けてることなんですけども、3年ぐらい前から言い続けてるんですけど、ホスピタリティとイノベーションっていうのが2つのキーワードだと思ってるんですね。だから、あの、イノベーションってどちらかというと、まあ、0から1を生み出すっていうことですよね、うん、っていうことと、はい、あとその人が、うん、心地よく過ごせるような場を作っていくという か、うん、かコミュニティを作っていくっていう感じで僕は結構言うことが多いんですけど、はい、あの、それは結構大切になってくるよねっていうのはもう言い続けてることですね。あ、なるほど、うん、人の、まあ、おもてなしのところ。そう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 、だから例えば、まあ、一番わかりやすく言うとね、はい、まあ、僕あえて僕が例えで自分自身を例えにすることが多いんですけど、はい、うちと、まあ、ダイレクト出版さんって、はい、まあ、ある意味では競合じゃないですか。そうです、ね、経営者向けのっていう話ですよね。でダイレクト出版さんって結局どっちかというとこうガンガン会社を大きくしていってっていうことを思考していってるわけだから、うん、何をしていくのかっていうと僕は AI に近づいていくと思ってて、はいはい、あの、いかに効率よくよりたくさんのお客さんを獲得していくのかっていうふうに、うん、あの、なっていく、うん、
って見てるんですね、はい、方向性的に言うとね、はい、あの実際どうなのかは別として、はい、でそうすると我々は同じ戦いでいかに効率化していくのかっていう戦いで同伴勝てないわけですよ、基本感的に言っても、はい、で勝つ気もないし、そこで戦う気もないしね、はい、じゃあ僕らは何をするかっていうと、いかにもうベタベタにしていくのかみたいな、あなるほどなるほど、お客さんと、一回何度出会って何回話して、うん、何回自分たちのことを理解してくれてると思ってもらえてっていうことを、あの作っていこうっていうことをずっと結構今意識してやってますね。なるほど、じゃあそのヒューマンタッチの場所を増やすとか、そう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 、もうそこすごい今増やします。ああ、うん、なるほど、ね、うん、でもまあでもそれ一つのトレンドみたいなところありますよね、なんか、うん、ネットで関係させるというよりも、まあ、なんか人と出会ってなんかまあ話したいじゃないですか、そういうウォンツがあるのはなんか関心のところでもあります。そうですね、で今例えば、まあ、我々の業界って言い方していいか分からないけど、はい、まあ、いわゆるコンテンツ販売とか、そういうのをしている業界っていうのは、はい、どちらかというと単純に、なんか人を集めて、うん、ある場に集めて、そこで、高額な商品を売るみたいな、はい、セミナーセールスで売るみたいなことをそのそうそうヒューマンタッチというか、うん、あのコンタクトポイントっていうふうに考えてるのがそうじゃなくてって話で、はい、どちらかというと仕掛けも会社の仕組み仕掛けとして絶えずそういう人たちとこうタッチし続けるコンタクトし続けるような仕組みを作っていかないと、今はそれでいいんですよ、はい、確かにそれでボンってあってウェブで売ったら20万円しか売れない商品が、直接出会ったら120万円で売れます、うん、だからこっちがいいよねっていう売り方はそれは一つは方法としてありなんだけど、はい、長い目で見た場合それそういうことじゃなくてって話で、いかにたくさんのお客さんと繰り返しあって、うん、あの長く関係を築けるのかっていうことをちゃんと考えておかないとダメだよねっていうことなんですよね。うん、まあ単なって売れるか売れないかじゃなくて、そうタッチの回数関係構築のところも深めていく、そうそうそう、多分そっちです。だから多分あのこの 2,3 年だけでいくと、それこそこう経済の成長率と自社の成長率がほぼほぼイコールになる、ちょっと上回るぐらいなんですよ、うん、ここでうまく乗ればダーンってその成長率を超えて売ることもできるんだけど、ここでその変に売れるからって言って売ってしまうと、その後ビジネスが自費になっていくって僕は見てるので、どちらかというとここでちゃんと関係性を作っていくっていうことをもっと意識した方がいいんじゃないかなっていうことは言ってますね。あ、なるほどな。じゃあその2つの大きな変化がある、まあ、あ変化に向けて準備 しましょうよっていうところですね。そう、いかに会社をなので非効率にしていくのかってことを考えましょうって言ってます。あ逆に、なるほどなるほど、はい、あ確かに、ね、非効率になったら非効率ですよね、それは超非効率の極みじゃないですか。極みで、イノベーションも実はそうなんですよね。もう一つ一つ何か改善をし続けることによって最後バンっていうそのブレイクスルーが生まれるわけだから、うん、それはもうずっと改善をし続けるとか、もう、まあ、めんどくさいんですけど、うん、そういうベタベタなことをやらざるを得なくなってきてるっていうことです。うん、あでも北野さんのイノベーションってなんか小さい改善の中の中で見つけた、まあ、大きなブレイクスなんですね。そうですそうです。あ、うん、なんか人によっては、うん、なんかまあ一夜城じゃないですけど、うん、なんか、まあ、真っ白なところからめちゃめちゃ大きなアイデア思いついたみたいな、そういうイメージ持ってた。ああ、だから例えば携帯電話を再発明しましたって iPhone が出てきたんで、そんな感じでしょ。ああ、そうですそうです。確かにあれはイノベーションの典型だし、うん、あれをイノベーションって呼ぶのが僕は多分確かに正しいって思ってるんですけど、じゃあ我々規模の会社があのレベルのイノベーションをいつ起こそうって話、いつ起こせるのって話じゃないですか。はい、僕は無理だと思ってて、もちろんそういうことをやるのはどちらかというといわゆるベンチャー企業というか、うん、もういっぱいベンチャーキャピタル入れて、ドンとキングして上場してみたいな、だから そうするとこれ逆に言うと、100社2社成功すれば OK だよねみたいな、だから99の会社、まあ我々じゃないですか、会社の側は99社は下になってるわけじゃないですかそうですね、で1体だけが大成功して、うん、まあ、認められていくっていう世界じゃないですか、はい、でも我々はそこで戦ってないし、そこで戦ったら 99% は死ぬってことですから。そうですね、そうそうそう、勝ち目のないくせは、そうそう、結構勝ち目薄い、はいはい、超薄い戦いなので、僕はあくまでコンサルタントなんで、いかに勝率を高めていくのかなので、その改善改善を積み重ねていった先にイノベーションもあるよね、あって思ってるんですね。なるほどなるほど。典型例、トヨタなんかも典型じゃないですか。あ、トヨタの車は見てくださいよ、はい、まあ普通の車じゃないですか、普通の車もあるんですけど、でもあの規模感というか日本で一番大きい会社なわけでしょ。 そうですね。でそれ何かっていうと、もう絶えず改善をし続けてきたからだけしかなくて、もうイノベーションもクソもないですよね。
なるほどなるほど。ああいうそのなんていうか価値を生み出し続けられる風土を作っていくっていうか、うん、だからその3年なぜその2015年が17年3年間かけるかっていうと、そのイノベーションとそのホスピタリティの風土を作っていかないといけないから、あなるほど、それは3年かかるよねって話じゃないですか。そうですね、うん、3年まあ3年ですよね、うんうん、文化を作る、ね、そうそうそう、もっと変な話かかるかもしれないんだけど、で少なくともそのスタートは切っとかないとしんどいよねっていうのが僕の考え方だったんで。なるほど。